本日は呉の大和ミュージアムで戦闘機エンジン誉を初公開したことについて話していきたいと思います。それでは行きましょう。それではまず誉というのは中島飛行機と日本海軍航空技術省発動機部が開発した空冷式航空機用レシプロエンジンである。対戦後期の日本軍偵察機や戦闘機、爆撃機のエンジンとして採用されていました。中島飛行機が製作した最後の航空用エンジンであったそうです。それでは今回はこの大和ミュージアムで戦闘機エンジン誉が公開されたことについて話していきますね。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて臨時休館をしていた大和ミュージアムですが、6月3日に約3ヶ月ぶりに再開したそうです。米陸軍公団薬庫の敷地で見つかり、同ミュージアムで寄贈された旧日本海軍の戦闘機エンジン誉を初公開しているそうです。入り口には手指の消毒液を設置し、足元には2メートル以上の間隔を空けるよう促す目印をつけるなど様々な感染防止策をとっているそうです。再開と同時に開幕した企画展、海から空へ、航海軍交渉と航空機は戦艦大和などの造船だけでなく、航空機製造の役割も大きかった呉の歴史を着目しています。戦後70年余りを経て、地中から掘り出された誉の主要部をはじめ、関連資料約50点が並ぶそうです。僕も機会があれば行ってみようかなと思っています。ぜひ皆さんも、呉の大和ミュージアム訪れてみてはいかがでしょうか。いつ、どんな時でも私たちの住んでいる日本を支えているのは自衛隊なのです。動画をご視聴いただきありがとうございました。これからも速報で皆様により良い動画をお届けします。今回の動画で感じたことや知りたいことをどしどしコメントお待ちしています。最後にチャンネル登録、グッド評価もよろしくお願いします。おすすめ動画やチャンネル登録ボタンも載せておくので、ぜひともよろしくお願いします。